本日はイーヤホンの新しいサービスイヤモニテレオーダーサービスについてのご案内です。オンライン通話サービスの Zoom を使用してウェブ上でのオーダーが難しいカスタマー EM のオーダーを、イヤホンのスタッフと一緒に決めることができるという風なサービスです。本日は、イヤホンのね、秋葉原店のスタッフの、レッドブル君に、実際にそのオーダーの案内をしてもらおうと思います。それではよろしくお願いします。本日担当させていただきますカスタマー担当レッドブルこと唐木がお受けいたします。よろしくお願いします。じゃあ僕は今日頼もうと思ってるのが、アルティメットイヤーズの、UE5 Pro っていう製品なんですけど、これの、ちょっとオーダーの流れみたいなのをちょっと案内してもらってもいいですか。はい、まずですね、オーダー目の製品になりますのでフェイスプレート外側から見える部分が L と R でお好きなカラーを選べいただけます。チャットの方に、URL を添付いたしますのでこちらからご確認お願いいたします。はい、確認します。そうですね、結構いろんな色があるんですけど、はい、僕黒い感じのプレートにしたいなと思ってて、はい、なんかそうですね、片側は黒で片側はクリアっぽいのにしたいんですけど、はい、黒色はどういうのがありますか。黒色ですとスタンダードカラーで、ジェットブラックという本当にもうエタノールのような透けない黒のものと、あとはトランスルーセント透明のものでジェットブラックトランスルーセントというものがございます。その他にですねスパークルというラメのようなもので光の当たり具合によってキラキラと光るようなものがございます。その他カーボン素材だったり、あとは木を染色したようなものでウッドのイボニーというデザインもお選びいただけます。こちらが黒の近いものなのでお好みのカラーをこちらからお選びいただくといいかと思います。あ、じゃあそうですね、黒がかっこいいんでやっぱり両方とも左右違う黒にしようかなと思います。はい、もうこのまま口頭でお願いしてもいいですか。はい、では、LR でお選びいただけますので左右お好みのカラーをお伺いいたします。はい、じゃあ、右側を、E084 のエボニーでお願いします。かしこまりました。右側を E084 のエボニーですね。では続きまして L 側のカラーはいかがいたしましょうか。はい、左側は、じゃあ E062 のカーボンでお願いします。かしこまりました。左側は E062 のカーボンファイバーですね。かしこまりました。次にですねカスタムアートワークというものをお選びいただけますが、こちらキャスト様にお好みのデザインをアートワークとしてフェイスプレートにお入れすることができるというサービスですが、こちらいかがいたしましょうか。これはアートワークっていうのはそのもともとあるのから選べるってことですか。そうですね、著作権の問題もございますので使用許諾があるものに関してはウェブ上でお好みのものがあればそちらを入れることもできますし、お客様はご自身でデザインしていただいたものを洗浄のものもしくはフルカラーのものもお入れすることができます。じゃあ僕バンドもやってるんでバンドのロゴを、はい、線の方で、はい、両耳でお願いします。かしこまりました。では、カスタムロゴとして両耳でお入れすることよろしいでしょうか。はい、お願いします。わかりました。では今回はカスタムアートワークを L と R 両方ともですね。はい、では続きましてハローというものがございます。ハローというものですね、はい、フェイスプレートの周りをシルバーかゴールドの装飾を施すというサービスですが、こちらいかがいたしましょうか。それはどうしようかな、じゃあやめときます。かしこまりました。でこちらは今回なしということで、はい、お気付けします。別にアンビエントですね。アンビエントというのが、まあ、アーティストで音楽やられている方ですと、ステージ上で周りの音も感じつつ、自分の音もしっかり拾いたいというキャスト向けのもので、一般のオーディオのファンの方にすればですね、例えば閉塞感が気になる、完全に遮音されてしまうのが困るという方ですと、アンビエント機能があった方が周りの音も聞こえつつ好きな音楽を楽しめるので、うん、そちらをこの方はつけることもできます。そうですね、まあ、僕は電車とかで使いたいなって思ってたんで完全に遮音したいのでなしでお願いします。かしこまりました。では今回アンビエントなしですね。はい
で次にロゴなんですけれども、今回アートワークご希望とのことなので、今回は優衣のロゴは入りません。お客様好みのデザインが入りますのでよろしくお願いします。はい。で次にケーブルの長さですね。はい。127か162センチのもの、あとはクリアかブラックかでお選びいただけますが、いかがいたしましょうか。クリアとブラックはなんかどうか違いとかあったりするんですか。クリアですとやはり緑化といって、どんどんケーブルが汗とか皮脂汚れによると結構緑っぽくなってしまうんですけれども、それが黒だと全く目立たないようになるので、汚れを気にされない方とか、あとはステージ上でパフォーマンスするにあたってケーブルが目立ちにくいものがいいという方ですと、クリアの、クリアよりもブラックの方が割と目立ちにくいかなと。うん、そうですね。まあでもまあ普段使いを前提に考えてるんで、127でしたっけ。そうですね、127センチ。はい、127のブラックでお願いします。かしこまりました。では127のブラックですね。ありがとうございます。では次にケースをお選びいただけます。はい、サンプルがあるのでそちらもご案内します。はい、ヨイさんですとこういったスモールケースというのと、あとこちらラウンドケースという丸いケースがございます。でどちらもアルミ素材でできているので非常に軽いです。で持ち運びにも全然便利なの でこちら中身もこのようになっています。高さの割に深みがあるので結構守ってくれますね。こちらスモールかラウンドかいかがいたしましょう。これはあの両方は頼めないんですか。そうです、基本的には一つのイヤホンに一つのケースとなりますので。あ、はい、お願いします。じゃあ、四角いスモールケースの方でお願いします。かしこまりました。ではこちらのケースですね、はい、ケースにですね苗出ができます。こちらにイヤホンというふうに入っているんですけれども、こちらもお客様のご希望のもので半角英数字のみの10文字程度のものでお選びすることができます。特に制限等ないので、まあ、好きなバンドだったりとかお客様が所属しているバンド名とかも入れることができますが、いかがですか。あ、じゃ あのバンド名16 coins でお願いします。かしこまりました。では16 coins ですね、はい、こちらでオーダーは以上となります。はい、分かりました。これはこの後どうやって注文したらいいんですか。まずですね、当店より、オーダー内容を確認するための、PDF ファイルとして URL を添付いたしますので、チャットからそちらの URL を確認いただいて後日お支払いお願いいたします。それはもう Zoom の中であの連絡は取り合えるってことですか。そうですね、 Zoom 内で全て行えるようになりますので、 URL を添付してそこからデザイン等を確認いただいて、問題がなければ、本体代金に関するご会計となります。はい、分かりました。何か他案内とかありますか。あとはお受け取り方法が、配送か店頭かお選びいただけますので、そちらいかがいたしますか。あ、じゃあ僕はあの大阪なんで、あの日本橋店の店頭受け取りにしたいんですけど、できますか。承知しました。もちろん可能でございますので、では大阪日本橋店で受け取りように手配させていただきます。続きまして納期ですが、約ゆいさんですと、1ヶ月半ほどお時間いただきます。それまでお待ちいただきますようお願いします。はい、こちらで以上となります。はい、分かりました、非常に分かりやすい説明でした。ありがとうございます。はい、イーヤホンのイヤモニテレオーダーサービスは、2020年11月30日から開始予定です。ぜひですね、カスタマー IM のご注文時にご不安がございますお客様、そこのサービスをご利用なさって、安心してオーダーの方をなさってください。本日のご紹介はイーヤホンの浜ちゃんと、秋葉原店のレッドブルこと原木くんがご案内させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。